今川動画製作所。よっしゃ、3万プラスいい台取れてよかった。でもまだまだ足りねえ。この間のバイト代も上納金で払っちまったしな。これをもういっぺんスロに突っ込んで、いやそりゃやべえな、全部消える可能性あるぞ。皆さんこんにちは、ウグイス会の下っ端、入江雄心です。愛も変わらず金がなくてヒーヒー言ってます。今日はそんな俺の、というかウグイス会の内情を紹介したいと思います。いただきます。あれ、入江じゃん。ああ、安田さん、おはようございます。あ、おはようさん。入江、それかけうどんでけえな。かけの大っす。これに天かす入れるとコスパいいんでしょっちゅう食ってます。糖尿になるぞ。この人は安田太一さん。うちの組に来るまでいろいろあったらしく、妙に達観した雰囲気がある。あーだる、全然疲れ取れねえわ。なんかギリごとでもあったんすか。久しぶりに女んとこ行ったらさ、向こうも最近男ひでりだったみたいで大歓迎されて。え、いいな、最高じゃないっすか。大変だったのよ。飯時に言う話じゃねえから言わねえけど、天ぷら取りすぎちまったから一個やるよ。かき揚げ持ってけ。いいんですか、あざます。あー、すんげえ豪華になった。かき揚げでかくていいですよね。俺も好きだからつい取ったんだけどさ、寝起きにこれはきついわ。え、安田さん、これ昼飯じゃないんすか。朝飯、さっき起きたとこ。うわ、おっそ、俺なんてもう人稼ぎしてきましたよ。へえ、どの馬にかけたん。馬じゃねっすよ、スロです。どっちみちいい稼ぎ方じゃねえな。安田さんは若い頃何やってました。新人の頃はいろいろ、ガジリとかポン引きとか。え、ガジリって恐喝っすよね、道端でカツアゲみたいな。それもまあ兄貴はやってたけど、そんな何人までやると目立つから俺は普通に寝っとけ。今とあんま変わってないんすね。そうそう、あと変わったところでは競争とか。競争？これは前の親父がやってたんだけどよ、インチキ宗教立ち上げて信者集めて、占い一回いくらとか、説法いくらとか、お守りいくらとかで課金してもらうわけ。へえ、宗教って儲かるんだわ。今結構問題になってますもんね。で、安田さんが教祖なんすか。俺は教祖として相談に乗る役、顔出さねえし声も変えて姿を見せねえ教祖役やってたな。安田さんちょっと浮世離れしてるし似合いそうっすね。俺は受給制で、しのぎのほとんどは親父が持ってったし、今はどうなってんのかもわかんねえけど、あれは割と面白かったな。適当に意味ありげなこと言ったり相談に乗ったり。安田さん、人の相談なんか乗れるんですね、すげえそっけないのに。そりゃ金出ると思ったら真面目に聞くっしょ。え、じゃあ俺も金払ったら真面目に相談乗ってくれます。どうやったら儲かるか知りたくて。金払って金儲けの仕方を教えてもらおうとしてる時点でお前騙される側だぞ。つか、この流れで思い出したわ、今日は早く事務所行かねえと。なんかあるんすか。来週うちの親父が出所してくるだろ、その準備だよ。ウグイス会事務所、親父が帰ってくる前に組長室を大掃除する。つってもそんな汚れてないっすよ、使ってねえし。使ってなくても埃は溜まるしガラスは曇るんだ、綺麗に拭き上げるぞ。この人は沢渡良賀さん、ちなみにこれは都市名であり本名は。俺の本名の話はいいだろ。沢渡さん、俺のモノローグにツッコミ入れないでくださいよ。うるせえ、いいから掃除しろ。掃除苦手なんすよね。入江は部屋住みやってねえんだっけ。ないっすね、事務所に出入りしてたら杯もらっちゃったんで。そんな気軽にもらうもんかな。安田さんはちょっと特殊っすよね。前の組解散しちゃったかね。まあ大した恩義もなかったし、こっちに拾ってもらえてよかったよ。めんどくせえ兄貴分いたら勘弁って思ってたけど、沢渡さんは沢渡さんだからな。沢渡さんですからね。
おいそこ、お前らいつも胸口多いんだよ。口動かしてる暇あるなら手動かせ。にしても親父、タクシーの支払いごまかしたってだけなのに結構長引きましたね。恐喝扱いされたのと入ってる間に余罪が見つかっちまったんだと。あらら。まあでもやっと親父が帰ってくるわけだからな。俺もちった肩の荷が下りるわ。お疲れしたね。まったくだ。俺はただの事務局長に過ぎねえのによ。なんで運営周り全部やってんだよ。ウグイス会はそんなにでかい組織じゃないので、全部で20人もいません。で、役職は組長、若頭、本部長、若頭補佐、事務局長とあるわけですが、沢谷さんは幹部の一番下、事務局長です。やることが多すぎんだよな。本部長は本部の長なので、組の運営周りを統括してますが、事務局長は本部長の手足というか実行役で、例えば若頭が組長の還暦の祝賀会をやると発言したら、規模や予算を決めるのが本部長。実際に場所や料理を手配したり、案内状を出したり、人員の配置をするのが事務局長。つまり雑用です。で、うちの場合、組長と若頭は服役中、本部長はほぼ引退で、若頭補佐は不在。結果的に事務所にいる一番上の幹部が沢谷さんなのでした。でも沢谷さん、言っちゃなんですけど雑用向いてますよね。すげえ働くからな。雑用として言うのって本人不本意だろうけど。で、沢谷さん、何脱いでんですか。洗剤ついちまったから T シャツでいいかと。入れ墨見せ場。そういうのはバーンとドーンとかっこいいシーンで出すものであって、こんな普通に視聴者さんに見せるとか何考えてんすか。いいだろう、別に半分隠れてるし。余計ダセっす。サムネにしてもいまいちです。はぁ、信じらんねえ。もっと他にあんじゃん。やり方によって再生稼げんじゃん。なんでそうなるかな。悪かったな、再生稼げなくて。しかし、よくそれでスパ戦いけますよね。俺が行くとこアームカバーで隠れりゃ入浴可なんだよ。多少ははみ出るけど見逃してくれるからな。ああ、なるほど。で、親父の出所パーティーどこでやるんすか。今ってめちゃくちゃ警察厳しいんで店は使えませんよね。方面祝いって言えよ。まあ確かに厳しいな。店側だって場所や料理を提供すりゃ札から目つけられるしよ。でもまあ初回くらいじゃ条例違反で指導勧告で、指導に従わない場合は氏名公表とかそういう手順だと思うから、いきなり逮捕とかは考えにくいけどな。けどそれで親父の方面祝いにケチついたら嫌だろ。だから方面祝いは事務所でやる。事務所？ここ終わったら事務室の方も徹底的に掃除するからな。マジっすか。数日後、窓拭きよし、床掃除よし、埃なし、ゴミ箱は格納、花、酒、OK。 あとは明日、親父が着く時間に合わせて俺の店に料理を取りに行く。めっちゃ疲れた。マジしんどかったわ、この何日か。うるせえ、このくらいで値を上げてんじゃねえぞ。つうかお前ら、親父の出所だろ、もっと喜べよ。嬉しいです。喜んでます。沢谷さんってそんなに親父慕ってたんすか。単に長いものに巻かれるタイプってだけだろ。まあ多少目をかけてもらってたってのもあるだろうけどよ。他の組員は来ないすか。親父が事務所に来る前に集まることになったんだよ。だいたい11時くらいだな。11時、遅くないすか。出所ってだいたい朝一ですよね。出所してすぐはまずゆっくり長風呂入りてえだろう。だから最初に銭湯行ってくつろいでもらって、それからだな。ああ、いいっすね銭湯。俺も行きてん。じゃあお前も来るか。なあ、いや、やめといた方がいいな。向かいは最小人数でって札から言われてっからよ。俺だけで行ってくるわ。なんか寂しいっすね。ま、そこはしゃあないわな。じゃあ明日、俺らは親父が戻ってくるまでに準備万端にしときます。おう、任せたからな。11時半、戻ってこねえな。つうか他の組員も来ねえんすけど、
本部長くらいは来ると思ったんすが。いや、全員来なきゃダメっしょ。組長の方面祝いだぞ。お帰りなさい。お疲れ様で。沢渡さん？え？一人っすか？親父は？まんま、箱根の愛人宅に行きました。はい？服役中に箱根に愛人囲ってたことがバレて、嫁さんに激怒されて、家帰れねえし少しのんびりしたいから愛人のところに行くって。運営は当面俺に任せるって。じゃあ他の人らが来ないのも。全員に方面祝いはなしって通達したから。マジっすか。そのなんか、お疲れっす。あー、やってられっか。今日は焼け酒だ。というわけで、組長が戻って変わるかと思ったうちの組ですが、これからも当面このままのようです。終わり。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボ別館今川動画制作所のチャンネル登録と高評価もどうぞよろしくお願いします。